定食へ。できるよ。お米食べろ。みんな痩せてるな。デート肉食へ。お、胃の分だけ軽い。これは全盛期であって今これキープしてるやつほとんどいないんじゃないの。戸田恵梨香って一時期拒食症レベルでガリガリだったよな。みんなプロフィールに夢見てんだよ。長澤まさみは嘘だろ。有村架純ちゃんくらいがベストかな。アンチ対応も可愛すぎなのが浜辺ちゃんなんやな。捨て垢になっちゃうとも全然何でもなんないんだもんね。捨て垢だもん。浜辺美波さんをお姫様抱っこした俳優。抱き心地を正直に答えてしまう。骨と骨が当たったら余計痛そうやけど、自分も骨張ってるから痛くないかなと心配したんだろ。お姫様抱っこするときは腰のあたり持ってやれよ。脇の下痛いんやぞ。浜辺ちゃん可愛すぎやろ。ゴジラ細胞を取り込んだから急に健康的な体になるぞ。でも浜辺美波の脇腹触ったら皮膚の下に肋骨のゴリゴリした感触が伝わってきたら興奮するよね。浜辺好きな男はメンエラ。ムチムチ。この格好のままスケベしたすぎでしょ。橋間ならお姫様抱っこした男が歩けなくなって撮影中止や。どすこい。